そこに住んでるおばあちゃんが歩いてきて、急にね、いやでも何分ちぐらいなのね、こんな長く住んでるの、みたいなこと言われて、今日は何の企画ですか、ほらー、お前とドラッカー会話やお前それやってまいりました、ほらーナイト、楽しみです。今ピローンって出てますね、終わりと言われるまで会話になっております。まあ、その程度か勇気、うるせえな、会話だな。まあいいって言ってないからね、タイミングが会話なんだよ。さあということで本日はとんでもない新陳実が発覚したということです、はい、こちらを最後に、お話しするとしまして、はい、まずは調査ホラーナイトやっていきたいと思います。一つ目の動画は、今まで聞こえた例の声を逆再生したら完全にヤバい言葉が入ってしまったという。タイミング気遣ってきたね、ようやく。2分16秒で声が入るというね、はあ、その程度か、その程度です。うるそうだよね、なんかめっちゃ苦しそう、唾液臭くね、めっちゃ苦しそう、めっちゃ苦しそう、すごいなんか音でかい感じはするけどね、うん、まあなんかあんま後ろにいてこんな音で呼吸してんの見たことないけどね。で7分8でもため息が入るということ。いやでもこれ行く前にちょっとヤバいこと起きたよ、てかこの動画の時多かったよね。あー、まあ9、確かにこれは今度強兵の可能性がありますよ、ね、まあ、確かに画面隠れちゃってるからな、ね、その程度その程度か。終わりです、終わりです。ああ、やっと終わった。7分20で、男の人の声ですね。今度声土砂崩れみたいなの起きたんだよ。起きた急になんかその山のところから山の城みたいな感じです。ああってやつか。はい、とりあえず土砂崩れみたいなの起きたんだよ。起きた急になんかその山のところから山おー、おかしいよ。あー、びっくりした、ほんまじゃん。うわびっくりした、9分38で謎の光があるという。なんでしょう、謎の光。5万非高評価にしましょう。おお、1.5万で次の逆再生。5万非高評価にしましょう。おお、1.5万で次の逆再生。うん、これは何、これ何だこれ、確かにおかしいな。いや、これおかしいわ。影だったら俺の動きと連動して、その後も何回か非高評価にしましょう。ほらほらほら、1.5万で俺は動いてないんだ、逆再生。まあ影説のお香ということでいいんじゃないですか。まあ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 、俺らレベルになったら。はい、ということで2つ目の動画は、もはやホラー、未来を予言する初代ドラクエ復活の呪文が怖すぎ。これマジすごい。これね、超おすすめなんで、まだ見てない方ちょっと概要欄から見れますので、ちょっと見てください。私はじゃあ7分33で声が入る。で、それがこう、あたかも予言の文章のように作って、たまたまロードできて、うわロードできて、うわロードできて、うわ、うわ、びっくりした、うわ、やばい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 、全身の鳥肌やばいわ、やばいやばい、あ、これ、くしゃこれなのよ、今日ね、1個目がもうそれでいいですっていうレベルばっかだったのに、これなんですよね、急にやってきたな、急にどぎも抜かれる。で、それがこう、あたかも予言の文章のように作って、たまたまロードできて、うわ、マジ、これやばくね、なんで気づかなかったんだろう。男じゃない、え、男これ、男っぽい、うん、俺も男っぽく聞こえた。え、俺女なんだけど、まあ、高めの男みたいな感じだよね。ワンちゃん逆再生いけますね、これ。あ、そうだね、皆さんお待ちかねの逆再生のリストがここに今召喚されたということで、続いての動画は、女性の睨む顔、ヤバい声、史上最強のホラーナイトになってしまった。ガチでヤバめのやつだと思うんですよ、これ、うん、史上最強がついてるぐらいなんで、はいはい、昔は俺ら慣れてなかったから、どんどん現象が多くなるにつれて史上最強を更新したんですけど、もうそっから手が出たり顔が映ったりして、ある程度のライン超えなくなってきて、史上最強がもうほぼ出てなかったのに久しぶりに出てきたのがこれなんですよ。だから本当に最強だ。そうだ、相当ヤバい動画なんで、こちらも概要欄から見てみてください。お願いします。1分46秒で声が入れて、女性の声が聞こえました。これやばかったね。これやば、これは、いやいやいや、逆に、いやもう何、俺最初パソコンかなんかの音かなと思ったけど、もう会話してるから絶対パソコン流せないじゃん。てかどんだけ近いよ。女性の声が聞こえました。これやばかったね。これやば、これはこれは無理。そもそもこんな声をしてる人がいない。続いて8分50で声がします。おーい、こんなこう言ってたね、ため息っぽいやつ。ええー、いきなりだ。絶対ターボじゃない。どういう音？男
こ見てんの。やばい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 。これやばい。お前やばすぎる。お前が一番怖い。今まで女性の声で京ちゃんって聞こえないんですか。ああ。びっくりした。あれ京ちゃんに聞こえない。あ、そういうこと。ワンチャンあるね。ノリの口は動いてるけどこんな音じゃないし、カメラにちょっと近すぎるっていう。なんか2個入ってる。そうそうそう、入ってる入ってる。はーって呼吸の音と、うーみたいな。そう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 、2個入ってる。こんな、やばい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 。これもじゃあちょっと逆再生のリストに入れさせてもらいます。ちょっとこれ並んでる可能性があります。いやー、超えたもんな、これ。実際今日これぐらいにしておきまして、こっからですよね。俺と唾液だけが知ってしまったっていう話がありました。何か、この前ね、車で帰ってくる時にですね、家の駐車場の近くに車が止まってて、俺ら止められない状況になってて、で、なんだこれってなって警察に電話してどけてもらおうと思って、はいはいはい。そしたら、まあ、待ってる間に家の前に事故物件あるじゃないですか。あー、そうだね。判明したところ、そこに住んでるおばあちゃんが歩いてきて、世間話して大丈夫ですかみたいな世間話してて、急にね、あなたたち夜も元気だねみたいな感じになって、はいはいはい、バレてた。まあ、夜にね、撮影してることが多いんだよな。いや、でもね、ぐらいのね、今度長くて住んでるのみたいなこと言われて、えバサッとやばいこと言われて、えって言ってたら、いや、あんたたちの前に住んでた人じゃ、みんな1ヶ月とか2ヶ月で出てる。みんなって何人も出てるでしょ。なんか2、3組いたらしくて、全部の人が1ヶ月、2ヶ月でこの家を出てったらしい。めっちゃ怖い。で、こぞって帰っていく人たちが家族連れなんて。おお、この家でもしかして子供の霊とか多くて、家族にいたずらをめっちゃして、待っているのではないかっていう。いや、ちょっとお前マジ。そうで、この前の五円玉占いもさ、そうだね、子供の話だった時にもう、もう肘もこでし全く動かない状況でこうブンブン出だした。やばかった。子供の霊は一人以上ですか。いやいやいや、おいおい、止まらん、分かんない。怖い。ガチで怖い、ガチで怖い、ガチで怖い。なんで怖い、ガチで怖い。もう話すな。マジで怖い。で、家族連れになるとイタズラとかじゃなくて、なんか本当に恨みとかで、イタズラどころじゃないやつをやっているのかもしれない。だから1、2ヶ月でみんないなくなっちゃってますよっていう事実を知らされる。いや、マジやばかった。待って、もうなんですぐ教えてくれなかったの、そんなの。目で言うな。話す。だから俺らはなんか、まあ、いたずらぐらいなことをたくさんされているので、出なきゃっていうことにはならないんですよ。まあまあまあ、そうだね。だから、大人は大丈夫だけど、子供たちが耐えれないんじゃない。あー、まあ子供はね、そういうのよく見えるとこに子供住んでたらやばいね。やばいやばい。しかもこの部屋だけだよ。他の住んでる人たちはずっと長いらしいらしい。ちゃんとこの部屋がアウトらしい。このアパートの隣もまああるんですけど、ここだけやばい。言った人ってさ、めっちゃあの白髪の人でしょ。そうおばあちゃん、めっちゃ霊感ありそう。そう、霊感ありそうなの。だからもしかしたら忠告をねされているかもしれない。そう、そう、あの人怖い。大丈夫ですかっていう。そうなってくると、階段の白い水とか押し入れとかもよりやばくなってくるな。なんか現実味帯びてくるというか。いや、ちょっとやばいな。聞こえたような気がした。え、今聞こえてるな。これも今聞こえたよ。こっから聞こえた。笑い声だよね。聞こえた。あ、笑い声。しかもこっから聞こえたよね。俺、うわぁ、うわぁみたいな。俺も一緒。俺は今、タイミングやばかった。今ここびっくりしたわ今。ということで皆さん、この家は正式にやばい。やばい、マジやばい。ですので皆さん、殺して生きていってください。え、俺らに言ったんだよ。そうです、住んでる俺らに言ったんだよ。そうです、そうです。まあまあまあ、もう2年いますから、まあね、大丈夫だと思いますけれども、一応そういう前例があるという、まさにホラーなお話でした。もう真実に変わったと思います。まあ、もともと真実は7回ぐらい経てるんですけども、より確信に変わったということで、少しでも怖い思いをした方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。チャンネル登録をしていないのに見ている方は、映画のそちらに向かうかもしれません。ちゃんと登録をしないとやばいことになります。止めて。
んの。やばい、今日うまいわ。本当に限界を迎えた。次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。予言の文章のように作って、たまたまロードできて、こんな